日本の正義を世界に知らせないための冤罪。今回の話題はいわゆる戦争犯罪人です。皆さんは戦犯ってご存知でしょうか？戦争で犯罪を犯した人のこと？戦争自体が犯罪なんでしょ？違うのかな？難しいことはよくわからないね。気持ちはよくわかります。戦争犯罪とは一般的には戦時国際法に違反する罪のことを指します。具体的には攻撃の目標は敵戦闘員や軍事目標にしなさいとか、背信行為の禁止とかです。今回の戦犯は先の大戦、大東亜戦争敗戦後に行われた極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判で有罪判決を受けた人々を取り上げます。はじめにはっきり申し上げます。東京裁判で戦犯として有罪を受けた方々は全て無罪です。以上で終わってしまうと説明になっておりませんので、要点を解説しましょう。まず東京裁判そのものが違法です。そもそも裁判とは社会関係上の利害衝突、紛争を解決調整するために一定の権限を持つ第三者が出す拘束力のある判定とあります。東京裁判は戦勝国の人間が判事も裁判官も務めました。戦争の勝者が敗者を裁くことは国際法違反なのです。第三者も一切いませんし、勝った側が全て仕切ってますからね。さらに東京裁判で争われた内容は以下の通り。 A 平和に対する罪、 B 通例の戦争犯罪、 C 人道に対する罪。この A から C のうち A と C は完全に事後法、つまり後から作られた法律なのです。戦争を始めた時にはない法律を後から作って、それをもとに裁判を行ったのです。法律はそれを制定した時点より後に適用されるものであって、遡らないことが大前提です。これが認められると、過去の行為が今作られた法律によって裁くことができるようになり、誰でも犯罪者にされてしまう。何でも犯罪になる可能性があるのです。東京裁判が裁判になっていないことは、東京裁判に参加している連合国側判事からも意見が出ています。インド代表ラダ・ビルノート・パール判事。東京裁判は勝者が敗者を一方的に裁いた国際法に反する復讐である。日本が戦争を起こしたことは侵略のためでなく、西洋諸国によって挑発されたためである。パール判事は被告全員の無罪を主張しました。日本にとって特筆すべきことでしょう。またオランダ国レーリング判事、我々は戦争放棄を守るために裁判をしていたはずなのに、連合国が戦争放棄を徹底的に踏みにじったことを毎日見せつけられていた。それはひどいものだった。東条英機が東京裁判は勝者による復讐劇だと言ったのはまさに正しかった。連合国側の犯罪行為については一切取り上げられなかった。他、指揮者
GHQ の中からも多くの批判が出ていました。つまり東京裁判は米国の戦争を正当化するために日本を侵略者に仕立てる占領政策の一環だったのです。これはいかに我々日本人の諸先輩方が勇敢で盛況だったかの証明でもあります。ここまでして日本を悪者に仕立て上げ、二度と立ち上がることができないよう、いろいろやらないと安心できなかったのでしょうね。どうですか、この米国の恐れ具合。ところがどっこいです。今、戦犯がなどと真面目に言っている人を見たら、歴史をご存じない哀れな人だと同情してあげましょう。そして正しい歴史を後世に残すよう今できることから始めましょう。皆さんいかがですか？ではまた。